です。はい、おはようございます。今日は冒頭コロナウイルス対策について報告したいと思います。環境省は新宿御苑については、感染防止策を徹底した上で、開放を継続いたしますが、人の動きなどの状況の変化をよく見て、柔軟に対策を講じたいというふうに思います。そして全国には、国立公園、ありますけども、登山そして自然散策などの利用情報の、案内対応、危険情報の提供などを行う、ビジターセンターなどについては、開館を継続します。引き続き、施設の消毒や咳エチケットなどの徹底などは、しっかり感染予防に最大限取り組みたいと思います。また環境省が主催をするイベントにつきましては、昨日の時点で174件を中止または延期して、24件をネット中継または動画配信に切り替える対応を行いました。例えば3月8日の気候変動×防災の国際シンポジウム、これ400名規模で予定していましたが、これも延期です。そして環境省の職員のみ参加した省内の会議についてですが、2月の26日に選択と集中実行本部の第2回会合を開催しました。この際テレワークを実施中の職員も多いことから、大臣室に集まってもらった一部のものを除いてウェブ会議形式で実施をしました。これに限らず環境省の新型コロナウイルス感染症対策本部もウェブ会議形式で実施をしています。さらに事務方より省内の打ち合わせにウェブ会議が活用されていると報告も受けていますので、新型コロナウイルス対策を講じながら必要な業務を行う体制整備が進んでいます。なお新宿御苑の関係ですけども、今月は桜の開花も予想されている中で、聞くところによると桜の季節新宿御苑は相当な人出で、最大で7万人ぐらい来られるということも聞いています。ですので今回入園待ちということが、例年ですと長い時は1時間ぐらいの入園待ちもできるというふうに聞いてますので、この入園待ちの行列における感染リスクを下げていくために、入園券の事前購入、キャッシュレス促進策の強化、そして年間パスポートの販売促進、発行手続きの簡素化、窓口での年齢確認における身分証明手続きの簡素化など講じて対応していきたいと思います。私からは以上です。幹事社の毎日さんお願いします。幹事社の毎日チームを続けてお願いします。質問は1点です。先日は提出期限だった NDC が、結局提出されていないという現状です。大臣これまで、提出についてはその期限に縛られてはいけないという趣旨の発言を繰り返して来られました。見送られたことについての受け止めと、今後の提出時期についての見通しを教えてください。はい、COP25 とか昨年のニューヨークで、気候変動コミュニティのいわゆるインフルエンサー、そういった皆さんともかなり親しくさせていただいています。そういった中で最近も状況を確認するコミュニケーションを取ってみると、やはり一番大事なのは提出の中身で、早く出すことではないというメッセージは届いています。そして石炭の4要件の見直しも前向きなメッセージが届いていますので、改めてこの2月に、とにかく締め切りだということが、最優先されるような、形にならずによかったと思います。そして、今4カ国しか NDC を出していないというふうな報道もあるし、私も確認をしていますが、よく見るとスイスの出しているものは、NDC というよりもまずその前の、報告のような近いことも考えると、結局今の時点で G20 で NDC を出している国は1カ国もない、そういう中で改めて日本として一番重要視しなければいけないことは、今年はパリ協定にとって野心の引き上げというものが問われる、そういう COP26 を控えていますから、そしてまた9月にはヨーロッパと中国のサミットもあって、その中でヨーロッパと中国が話し合うことが、この気候変動の野心の引き上げについてだということも耳にします。そういった中で改めて日本としてとにかく締め切りで、中身はともかく締め切りを守るんだということは成り立たない、それが一つ、2月という締め切りだと思われていたことを、もっと国際情勢を見て現実を見れば G20 はどこも出してないと、改めて調整の中で
しっかりとパリ協定に水を差すことのない、そういった中身に少しでも近づくことができるように最後まで最終調整をしっかりやりたいと思っています。いつも所属と名前の弁さけさん、あ、さけさんいます。小泉大臣が考えているこの NTC の提出時期のメドに関して、とあと、まあ、NTC の報告の、はい、中身に関して、まあ、思い、まず時期についてはこの気候変動条約事務局長のエスピノーザさんの2月28日のツイッターが明確だと思います。 COP26 までに全ての政府から、野心のある目標を提出してもらうことを楽しみにしていると、まさにそれに尽きると思いますので、そこまでしっかり出したいと。で、中身についての思いというのは、まあ、やはりこの野心の目標というものが問われている中で、日本はなかなか厳しい状況にあるのはその通りです。だけどもどういう提出のあり方だったら国際社会に対して日本が前向きな行動を示そうとしていると、そういうメッセージが伝わるような中身にできるか、まさに毎日今調整やってますので、最後まで予断は許しません。しかし少しでも前向きなものにしていきたいと。だんだんお互い の信頼関係コミュニケーションというのは少しずつこう思いの共有が始まりつつあるんじゃないかなと私は思います。今日の会見以上になります。ありがとうございました。